こんにちは、クレイです。今日はすごく今 YouTube で流行ってるルックブックっていうのをやってみたいなと思います。まあ、ちょっともうもしかしたら流行りが過ぎちゃったかもしれないんですけど、今日はタイトルにもあるようにコムデギャルソンということで、あのトリココムデギャルソンとノアール・ケイ・ニノミヤのこの2つのブランドをメインに、まあ、ちょっとだけ他のブランドとも合わせながら、今日は5つのコーディネートをご紹介していきたいと思います。 YouTube でよくやってる方とかはここで生着替えとかされてるんですけど、私はちょっと下着 NG なので、まあそこの着替えるシーンはちょっと割愛してやっていきたいと思います。ではまず最初のコーディネートに着替えていきます。はい、では最初はトリココムデギャルソンのブラウスとトリココムデギャルソンのスカート、そして靴もトリコなんですけど、全身トリコでコーディネートしております。このブラウスが実はノースリーブのブラウスなんですけど、私はあんまりこう腕をガッて出すのがちょっと苦手なので、下にこれもトリコの T シャツなんですが、白の無地の T シャツを合わせてます。そしてスカートも結構透け感があって、まあ、これからの季節はとっても涼やかに着られるコーディネートになっております。では続いてはこちらのピンクでやっていきたいと思います。はい、ということで2つ目のコーディネートはこちらのノアール・ケイ・ニノミヤのピンクのチュールのとっても可愛いブラウスをこちらのスカートとコーディネートを組みました。こちらのスカートはギャルソンではなくてマスノーデザインというブランドのサスペンダーのスカートです。このチュールのトップスなんですけど、袖の部分が実はチュールだけになっていて、こんな感じで好き好きなんです。もう少し涼しい時だったら中に長袖のインナーとかを着て合わせてもいいんですけど、これからはすごく暑くなると思うので、今回はノースリーブであえて袖の部分を透け透けで今回はコーディネートを組んでおります。私もあんまり腕出したくないのですけど、このサスペンダー部分が割と しっかり太めなので、あのここの二の腕とか脇のいやらしさが軽減されてとっても着やすいなと思いました。はい、ピンクと白、そしてバッグもピンク系のバッグを持って可愛らしい感じでコーディネートしております。では続いてはこちらに着替えていきたいと思います。はい、なんとですね、こちらの動画なんですが、まさかのマイクが全然入ってなかったので今回はアテレコで説明していきます。ですね、トップスのブラウスがノアール・ケイ・ニノミヤで、下のオーバーオールがベリテクールです。さっきの前回のやつは可愛らしいチュールとかなりインパクトがあるものだったんですけど、今回はどちらかというとシルエットで遊んでみました。はい、ブラウスはですね、すごくゆったりしていて、お袖の部分もボフッとした感じなんですけど、はい、
なんて言ってたか忘れちゃったんですけど、はい、下のオーバーオールもかなりゆったりとしたシルエットで、とても面白い形になっています。はい、かなりふわっとしたぼわっとしたシルエットのブラウスにぼわっとしたオーバーオールを合わせてます。はい、そしてまあ差し色にシルバーのバッグをチョイスしてみました。はい、こんな感じでコーディネートしてます。靴はトリココムデギャルソンの私物の靴を履いてます。柄とかがなくてシンプルな洋服だったので、下の靴はパイソン柄でちょっとポイントに使ってみました。はい、では続いて4つ目いってみたいと思います。こちらのトリココムデギャルソンのシャツとパンツです。はい、では4つ目のコーディネートはこちらのブラウスがトリココムデギャルソンのものと、そしてパンツもトリココムデギャルソンで合わせております。このブラウス定番で毎シーズン登場するものなんですけど、デザインとかは激しすぎず、この襟元トリコらしい可愛らしいこの丸襟が特徴的です。そして胸元にギャザー入っていて可愛らしい雰囲気のブラウスです。で、今回はこのすっきりとした少しこう綺麗めな感じのパンツに合わせて、あんまりこう可愛らしいラブリーな感じっていうよりは少し大人っぽい感じの雰囲気にコーディネートになってるんじゃないかなと思います。暗めのトーンなので差し色としてゴールドのバッグを持ってみました。はい、いかがでしょうか。では続いて最後のコーディネートに行きたいと思います。最後はピンクピンク。では着替えてきます。はい、では最後のコーディネートです。最後は、こちらのノアール・ケイニ・ノミアのこの可愛らしいチュールとまたフリルがこうふんだんにあしらわれた、ノースリーブを着てます。まあ、私先ほどから言うようにノースリーブで着るのがちょっと苦手なので、下にじゃん、ピンクのボーダーの T シャツを合わせました。そしてですね、いろいろ考えて下に例えば黒いなんかパンツとかスカート持ってきても可愛いなって思ったんですけど、私はもう振り切ってもう全部ピンクでまとめたいなと思いまして、ちょっと画面越しでは白に見えるかもしれないんですけど、あ、そんなことないピンクの甘いピンクのスカートを合わせてます。はい、厳密に言うとサスペンダースカートではあるんですけど、はい、こちら中から吊るして着てます。こんな感じで、はい、そしてシルバーのバッグにちょっとピンクのマスクをつけてみました。黒とかと合わせると結構かっこいい強い感じが出るんですけど、そういうのよりも、まあ、私個人的にもうちょっと振り切った可愛らしい感じの方が好きだったので、このようなコーディネートになりました。マスクとかも合わせてあげると可愛いと思います。はい、ということで本日はコムデギャルソン、トリココムデギャルソンとノアール・ケイニ・ノミアのアイテムを使ったルックブック5日間のコーディネートをご紹介していきました。今日着用したアイテムは下の概要欄の方にリンク貼っておりますので、もし気になるものがあればぜひチェックしてみてください。今日の動画が面白かったな、参考になったなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。